あれ防犯カメラ作動中ってあるけどさ、そのカメラどこにあるのかな。中でしょ。中か。絶対嘘だと思うんですけど。今の吉田村はもうないかもしれない。そんなすぐはなくならないんですよ。規制隊が病院で使うような、うん、妹何してんの。正面閉まってました。さすがうちの妹。やはり血は争えんな。あれ妹どこ行った。なんか見えますね、うん、明るくすれば、うん、椅子と下剥がされた。結構取り壊されてたね。そうですね、うん、壁とか、妹ここなんか出そうか。うーん、どうですかね。こっちも見えそうじゃん。うん、これで幽霊映ったらもう最高だね。アルソックに幽霊だよ。ピッティングして。できないよ。お、トイレだ。じゃあピッティングの前に妹と心霊スポット巡り。椅子とか置いてるのかな。家で使えばいいんですよ。誰が。やだよ。この状態でさ、カメラまでつけて警備してたらマジウケるって、うん、何を警備してるか分からない。強力だってカメラなかったし。そういえば野球ボール、うん、野球する。車の座席だ。わけわかんない。そうかもしれない。放送機されてた。そのうち遺体出てくるかもよ。遺体遺棄警備会社で。いや、椅子に座って、いや座ってっこんよ、白骨が。職員。あ、これもトイレか。なんでトイレ置いたの。わかんねえ。しかも相当古いで、仮設トイレ。え、絶対くせえよ。え、知らないよ。ちゃんと取れるのもあるよ。方向性もあるよ。消臭歴あるのに聞かない。つまんない。
まあ、一応消臭液うんすっさいけどさ、いやでもユージトイレマニアだからトイレの写真ばか撮ってるよ、しかも全部女子トイレあいつ超バカI'm gonna go to the bathroom.